私が思うに Mac の方が使い慣れてるから Mac っていうのは、それはただ単に慣れの違いなんですよね。毎度スムニさんです。今回ですね、 MacBook Pro から Windows に切り替えた3つの理由。あとはこの商品のレビューも踏まえて話していこうと思います。私もともと Mac の愛用者なんですよ。でも今回商品を購入したのは Windows だったんですね。その理由知りたくないですか？実際どれくらい重さが違うのかとか、サイズ感とかもね、もう全部まとめてもうレビューしちゃおうかなと思います。今回私が買ったのは2019年の12月に発売された HP の Spectre シリーズっていうパソコンなんですよね。どうです？アッシュブラックっていうカラーなんですけど、結構一目惚れで買いました。そもそもなんですけど、この MacBook Pro 買ったのが大体3年ぐらい前で、こっちが今年の1月ぐらいに買ったんですね。届いたのはちょっともうちょっと後だったんですけど、性能っていうかスペックは当然こっちの方がいいに決まってるんですよ。だってもう今のやつだから。だからちゃんと後で今の MacBook Pro との比較も軽く紹介します。これからパソコンを選ぶなら Mac がいいのか Windows がいいのか、これ結構迷うところなんですよね。私はこういう視点で見てますっていうのを3つね話していこうと思います。1つ目が被るのが嫌、2つ目にコスパを考えたら絶対に Windows、3つ目にスマホを Android にしたからっていう、この3つのポイントをちょっと細かくね説明していきます。あとはビジネスで使うんだったら絶対 Windows の方がいいっていうのを後半戦の方で話していきます。で、多くの方がこうデザインを選ぶ上でやっぱりね Mac はすごいおしゃれです。で、操作もすごいしやすくて、こうカフェとか行ってもね、こうバーって打ってるとなんか仕事できそうな雰囲気見えるじゃないですか。で、僕 Mac を使う前はもともとは Windows だったんですよね。で、 Mac 使ってみたいなって感じで Mac を使って3年間愛用して、で、また Windows に戻したんですね。やっぱ使い方がやっぱりスタートとして違うっていうのはあるんですけど、デザイン性を見た時に、僕ね、ただ僕ね、あんまりこう人と被るのが嫌というか、これはもう完全に僕の主観です。もうみんな Mac みたい。っていうのはちょっと僕ね、ずらしたいタイプなんですよね。で、普通におしゃれだなって思ったのがまず一つなんですよ。プラス、ちょっとね、シャープな感じがいいなと思って、もともとのこの iMac Pro っていうのが 13.5 インチなんですよね。センチ言ってもわかんないと思うから、実際のもう本と比べます。これまあマガジンで比較するんですけど、マガジンだとこれくらいのサイズ感が違うんです。なので、普通のビジネス系で見ると、ちょっとでかいんですよね。13.5 インチになってくると。で、一方こっち 13.3 インチ、若干 0.2 しか変わんないだろうと思うかもしれないけど、比べてみると長さはそこまで変わんないんですけど、この薄さですよね、ここが結構違いがあります。すごくシャープなんですよ。薄さで見た時に、薄さだけで見ると正直あんまり変わんないんですよね。ただデザインの部分でここがね細くなっていってる感じなので、横から見たら結構スタイリッシュだなって思ったのと、上から見るとこんな感じで、これマガジン置いたらマガジンと比較するとこう横にね指2本分ぐらいだいたい入るんですよ。で、こっちを比較するともうほぼほぼつらつら指1本も入らないぐらいの違いかな。上から見ると高さの違いで言うと 13.5 と 13.3 でこれくらいの違いがあります。重さは 1.22 キロで、前使ってたのと 300g ぐらい違うんですね。 300g って結構、でもね比べてみると分かります、やっぱ軽いです。で、次2つ目に、パソコンといったらやっぱ一番重要視するのがスペックなんですよね。まあ、過去の Mac と比べても全然ピンとこないだろうから、今の MacBook Pro とこの Spectre のスペックの違い、ちょっと今ここに出します。で、今2020年の4月なんですけどに出てる、まあ、Mac の商品がノートパソコンのサイズ感も一緒でね、で比較してきた時にどちらも比較したやつで売ってる値段の、そもそもが MacBook Pro が22万800円に対してスペクトルの方が19万9800円で、この現時点で約2万円差があるんですね。その上でのスペックが、 Mac は第8世代の Core i5、 Windows の方が10世代の Core i7 って言って、これはパソコンの処理の速度です。スピード感で言うと、もうここの時点で Windows の方が性能が高いんですよ。 SSD も Mac が510に Windows の方が 1TB、約倍なんですね。これは最初電源を入れた時にもう立ち上がるスピード速度がもうそもそも全然違います。で、今回こだわったのが私メモリなんですよ。 Mac の方が8GB、 Windows の方がその倍の 16GB って、
普段私結構動画編集とかをやっていくんですね。もともと使ってた昔のやつが4ギガですっごい固まるんですよね。動画編集してるとやっぱり重たくて、でも今16ギガになってもうほぼほぼ固まる、画面が固まるってことがなくなりました。これは動画の長さとか編集の量とかによっても当然変わってきますけど、メモリは大いに越したことはないです。多分同じこの性能で Mac に追加で作ってもらったら多分軽く30万を超えてくると思います。それくらい値段には差があるんですよね、 Mac と Windows って。いや他にね細かいこと言い出すともうキリがないので、私は性能として結構ポイントとして見たのが Core i7 と5っていうのと SSD の量、あとはメモリの量ですね。これは欲しいあなた自身の重要視するポイントのスペックで考えてもらったらいいかなと思います。ただ料金自体は絶対 Mac の方が高いです。仕事上どうしてもこう持ち歩く機会が多いのでノートパソコンっていう僕決断をしたんですけど、でこのサイズ感でこの薄さで 16GB って正直あんまないんですね他で。なのでこれになった強い要因のね一つになってきます。ラストに3つ目、 Android にしたからっていうポイントなんですけど、 Mac と iPhone の何がこれめっちゃいいかって言ったら AirDropの機能なんですよね。送るのもめっちゃ早いし、もう連携がこううまくできてるっていう部分で AirDrop 使う人多いと思います。ただ僕ね iPhone やめて今 Android を使ってるんですね。ってなってくるともうその時点で AirDrop 使えないんで、じゃあもう Mac じゃなくてもいいかなっていう風に最終決断になっちゃったっていうのが、まあ大きな要因のまたこれ一つなんですよ。で私が思うに Mac の方が使い慣れてるから Mac っていうのは、それはただ単に慣れの違いなんですよね。他のメーカーの Windows のパソコンもすごくだんだんおしゃれなやつも出てきて、デザイン性で見ても引けを取らないレベルになってきた。さらに値段だけで見るとやっぱりね同じ全く同じ性能だとしたらやっぱ Mac の方が絶対高いんですよね。っていうのをトータル的に見て私は今回こう Windows にしようっていう決断に至ったんですけど、あとはね次後半戦にこれからSNS を使って情報発信をするとか、こうビジネス視点で Mac と Windows を比べた時はもう確実に Windows がいいんです。その理由を後半戦でちょっと話していこうかなと思います。それでは一旦終了です。どうもういっす。ってことで後半戦話していこうかな。こうさっき言ったビジネス面での、まあ、絶対 Windows がいいよっていうのはSNS でこう集客とかをしていくにあたってこう人によってはこう自動ツール使ったりとか、例えばインスタのツールとかでツイッターのツールとかって使う人おるんよね。俺も使ったことあるし、まあ実は持ってるし、そういったシステムを自分のパソコンにダウンロードしようって思った時にもうほとんどの場合がもう Mac 対応不可能よね。もうこれはもうね Windows が強い、もう間違いなく。ダウンロード系の話をするとそれは確かに Mac でしか使われへん、ダウンロードできへんやつっていうのもあるよ。で Mac が Apple が発行してるやつやったらね。ただもう多くの商品っていうのはほとんど Apple 以外のものなんよね。まあ両方いけますよっていうところも当然あるんやけど、やっぱり一部ねどうしてもこう Windows しか対応してませんっていうところはあるんよね結構。でビジネス系とかになってきたらね、だからそういった長い目を見てそのパソコンを使っていくっていうのであれば Windows の方がいいかなとは思う。例えば Mac を普段のメイン用にしてサブでっていう考えるのであれば絶対両方持った方がいい。じゃないと対応できへんしね。 Mac 持ってでもみたいな、それ AirDrop でねペペペって送り合いとかできるけど、で今までそれを何回かこう経験したことがあって、あ Mac からいられへんわみたいな。やだ、その画像の編集とか動画編集とかで見た時に画像は俺は Mac の方がやりやすいなと思うよね。ただ動画編集に関しては Windows の方がいいかなって、これ両方やってて思うっていうのが、やっぱりこう Mac ってこうメモリが少ないよね。やっぱり元々の部分で見るとただ追加ですりゃいいんやけど、ただ着てる売ってるパソコンっていうところで見るならば Windows の方がやっぱ俺はスコスコ感で言ったら良かったかな。で案外 Mac って使ってみて思ったんやけど固まることが多くて、 Windows の方がその辺は少ないかなって。今俺両方使ってて、でたまにやっぱり過去ね、この前まで言ったら Mac 使ってたわけやから比べてるんやけど、今のねほんまの最新の Mac と今の最新のやつって比べたらそれは違うかもしれんけどね、この辺はちょっとまあそういった違いがやっぱりあるよね、Mac と Windows で言ったら。それ以外は基本的にシステムとかダウンロード系以外に関しては別に、まあ、頭も好みかなと思う。どんだけ高くたって Mac の方がおしゃれやし Mac が好きっていう人やったらもう Mac よ、迷わず。ただ Mac では使われへんやつもあるよっていう感じかな。っていう感じでね、まあ後半戦はこんな感じにしようかな。でちょっとこれ余談なんやけど、明日あげる動画は普段とちょっとねテイストを変えて撮ってみようかなと思ってて、じゃあ俺のまあアイディアよ、
アイディアとして一つ、まあ、発表するんやけど、多分すごい理にかなってるから、まあよかったらまた明日も見てっていう感じでね、まあ今日はこれで終わろうかなと思います。それではまた明日、どうもいかがでしたでしょうか。今回の動画だけでも、まあ人によってはいろんな気づきがあったと思います。こういった思考とか考え方っていうのを常にこう毎日私は発信してるので、最後にもう一回忘れないようにチャンネル登録だけよろしくお願いします。ってことで今回はこれで終わります。どうも。